王子誠です。はい、ということで今日はとあるゲームセンターにやってきました、うん、王子誠さんと私とちょっとバトルをしようと思いまして、3本勝負、ゲームをあれとこれとそれを3本戦って負けた方が罰ゲームということで、また罰ゲームは後で発表するんですけど、ちょっといろんな競技で戦おうと思います。はい、腕にボコボコにしたいと思います。うそー、やだー腕に自信しかないんでということで今から行ってきます。行ってきます。今から3番勝負で、今から1本目でこれをゲンガー、2つのゲンガーをどっちが先に落とせるかという勝負をしようと思います。はい、はい、右と左でちょっとね、王子さんと私がこうなんか仕掛けが面白そうなんですけど、なんかそれで落としてみようと思います。持ってなかったゲンガー。持っとるけど持って、いや違う、もう一人ゲンガが欲しいと思ったところに今ここにおったから、そう、ちょっと今から絶対に勝ちたいと思います。はい、でこのゲームがここにフォークがついてます。フォークでなんかここを出すみたいなんですけど、まあやってみた方が早いかな。やってみるか。とりあえずフォークで刺して落とすみたいです。はい、ということでゲンガーを落としてみたいと思います。これで取れる可能性がある。勝負として早く取ったのが勝ちやから、どんどん取ります。いきます。スタート。じゃあここに分からないんだろう。このフォークが面白い。はいはいはい、 OK。 いける。お、刺さったー。間に暗号を入れないとこも落ちないんで、あとこの3つ穴が開いてるところをうまく、このビンゴ、あ、頑張ろう。絶対ビンゴが欲しい。遅れてたのそんなに。僕の方もいい感じですよ。